女優の三浦絵里子さんと、グラビアアイドルの小池里奈さんが、5日放送のドラマ、匿名探偵、テレビ朝日系、最終話に、ゲスト出演することが2日、明らかになった。共に2012年に放送されたシーズン1以来の、出演で前作と同じ役柄だ。三浦さんが演じる新垣真由美は、高橋克典さん演じる探偵の、自宅兼事務所の大家だったが、今回は依頼人として再登場。小池さんは前作の女子高校生から女子大学生になった保坂真美役で、キャミソール姿も披露するといい、前回は探偵さんの事務所で、牛乳しか出してもらえなかった真美ですが、今回は、笑い、ちょっと注目してみてくださいね、と、意味深に期待を、煽っている、匿名探偵、は、高橋さん演じるハードボイルドで、チャーミングな指名不詳の、匿名探偵、が、謎の美人仲買人、冴島、編瀬奈々さん、を、通して、次々に舞い込んでくる美女たちからの、依頼を解決すべく奔走する物語。現在放送されているのは、2012年10月期に、放送されたドラマの第2シリーズで、ダンダンミツさんの出演も、話題になった。高橋さんとの再会に、小池さんは、とっても気さくで、熱心でかっこいい大人の、男性、今回もいつもの笑顔で、優しくて熱心な勝則さんだったので、とても安心しました、と大喜び。三浦さんも、おがえり、と、温かく迎えてくださる高橋克典さんや、家族のような、匿名探偵、チームが、大好きです。またみんなで作品を作れたらいいな、最終回もぜひ見てください、と、アピールしている。最終話では、探偵の前に、以前の住家の大家、新垣真由美が、人探しの依頼に訪れる。そう、しているのは、探偵もよく知っている保坂真美だった。探さないでとのメモを残して、突然姿を消した真美の、行方を探偵が追うと、怪しげな特殊能力者のもとに、弟子入りしていることが判明し、というストーリーが展開する。最終回は5日午後11時15分から放送予定。